声出せるならお願いします。うだこさっきの聞いたか、落ち着ける人呼ぼうって言ってガクのこと呼んでたよねえ、ちょっとやばいんだけどあれマジで、二人で聞いてちょっとびっくりしちゃって、なんかちょっとあれは あのいいですかね、あれあの聞こえてます入ってますよ、あ、はい、名乗ってくださいまず。こんばんは、じゃりんどみことじゃよ。やこみんなこんばんは、おたこお姉さんです。はい、ということで、おお、ここ二人で来るのかなるほどおめでとうございます。あ、ありがとうございます。なんかあのあれだな、入ってくる前の話のせいでおめでとうが違うおめでとうに聞こえるんだよおめでとうやめてください、含みを持たせないでください。いや違うんですよね、あのね、まあまあまあ勝手な解釈はいいんですけど、まあね、うん、本人に伝えるのは悪とされてるって昔歌子お姉さんが言ってましたけどねああそんなこと言ってた時期もあったわね。あ、うん、考え直したんだいやでもなんかトガミとはね、トガミと仲いいからね。まあ仲いいですよ、仲いいなっていう意味じゃもんね。そう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 、ね、もうあんなに公式でね仲良くしてくれてるから、うん、これはもうファンサービスだなと思って。そうだ、ファンサービスすごいなって、でまあ、最近っていう話なだけで別にそんな深い意味はなかったよね。本当かな。本当かな。その目で自分で送ってきたその目で立ち絵の目で分かってるんじゃないですか。横島なことが。横島な思いを抱いていってもそれはもうわらわたちの心の中だけだから。あ、まあ思想の自由がね、まあまあ。うちらで勝手に話してるだけですからね、見ながら。そう、この界隈の玄人すぎて逃げ道がうまい。謙虚されないようになってるわ、ちゃんと。はい、ということで、うん、ありがとうございます。誕生日珍しいというかね、お二人。いや、なんかたまたまね、ちょっと打ち合わせることがあって、うん、タイミングいいから打ち合わせのついでにお湯は二人で行こうよって言って。ああ。そう、ちょっと最初からね。じっと打ち合わせしつつ見てたんじゃけど、うん、そこでずっと見てた見ながら、お、なんか、え、もしかしてこの流れで学呼んだよ学呼んだよこいつって言いながら打ち合わせしてた。はい、ね、あの騒ぎしてましたよ。不女子に叩かれますよ、あんまり本人に伝えるといや、あの、不の目線じゃなく仲いいなって言って、ね、なるほど、なんかこれについて言及すると僕が考えすぎてるみたいになるのがやだな、こいつらくそ、トガビと仲いいなって言ってうまくいきやがって2人が来たせいで八百801円のスパチャが増えるんですけどあ、スパチャありがとうな。確信づいたこと言わなくてみんながわかる暗号で話すみたいな。いや、やっぱね、クロートは相手しづらいですね。やっぱなんですか、うまい逃げ方を知ってるし、そこに言及したら僕にダメージが跳ね返るようにちゃんとシステムが組まれてるわ。うん、鎖システムが完成してた今。いや、まあ違いますよ、あの、いや、よくないね、本人に伝えるのは悪って本人が言ってたんだけど、なかったことにしてましたからね。まあ、それは僕もそうか。ね、あの、かゆみとは素晴らしい。